ビマニカシャストラは20世紀初頭に記された航空技術に関するサンスクリット語の文献である。これによれば古代サンスクリット語の女子詩に現れるビマナは高度な空気力学を利用した、例えばロケットのような航空機であるとされている。この文献の存在は1952年に女子アルにより明らかにされた。 彼によればこれは、パンディットスッパラやシャストリによる著作で1918から1923年にかけて、口述筆記により記されたものである。ヒンディー語訳は1959年に出版され、英語対訳付きのサンスクリット語版は1973年に出版された。全8章からなり、3000の詩編からなっている。 シャストリはこれらは古代ヒンドゥーの理師であるマハリシ、バラドバージャにより精神的な手段、いわゆるチャネリングにより伝えられたものと主張した。第一章では、この文献がバラドバージャラによって編纂された、ヤントラ・サルバスバと呼ばれる古代の文献の一部であることが語られている。この文献は古代宇宙飛行施設の賛同者らに好意的に受け入れられている。1974年、 バンガロールのインドリカ大学院で航空工学、機械工学の観点から検証が行われ、文献で説明されている航空機を拙ない別造と結論し、執筆者の航空学の知識の乏しさが見て取れると評した。この検証では、例えばラクマ・ビマナに関して、この文献に記されている図解と描写を忠実に捉えるならばこの航空機は破綻していると言わざるを、 えないと評価している。すっぱらやシャストリは、アネカル出身の神秘主義者で、インスピレーションから詩篇を紡ぎ出す人物として、知られていた。ジョシアルは彼を、超自然的な感覚に優れた生き字引きと表現した。ジョシアルによればシャストリは1900年代初頭に、ベンカタチャラシャルマに書き取りを行わせ、原稿は1923年に完成している。 ムクンダラは後にシャストリの蘇生を調査している。彼によればシャストリはホシュル地区に生まれている。幼いうちに彼は両親と死別し、さらには病を患い貧困に苦しんだ。その後放浪するうちに成人、コラーと出会っている。コラーはシャストリに神秘主義の手ほどきをし、いくつかのシャストラを教えている。そしてその中に美魔なシャストラが含まれていた。 その後にシャストリは普通の生活へと身を落ち着けた。シャストリは教育を受けておらず、読み書きに関しても身を落ち着けて、後に触れた程度である。シャストリは、ビマニカシャストラの実用性に関しては、確信を持っておらず、ムンバイのタルパデが、シャストリの監督のもとで模型を制作した際にも、飛行に関して成果は得られなかった。スッパラやシャストリが1941年に、 死亡すると、ベンカタチャラが、ビマニカシャストラの原稿を保管した。その後1944年、ビマニカシャストラは、バドーダラーにある、ラジャキアサンスクリット図書館に現れる。そして原稿は、ヒンディー語に翻訳され、1959年に出版された。後に、ジョシアルによる英語版が出版された。ジョシアルの版には、 バンガロールの工学技術大学の製図師エラッパによるイラストが追加された。これはシャストリの監督のもとに描かれていたもので1959年の版には収録されていなかった。この文献の存在は1952年女子アルのプレスリリースによって初めて公にされた。女子アルはこの1年前にマイソールにサンスクリットの研究機関を立ち上げている。 彼は1973年の英語大訳付きサンスクリット版の序文にインドの主要な新聞とロイターなどいくつかの海外メディアに取り上げられたとされる彼のプレスリリースを引用している。マイソールのインターナショナルアカデミー・オブ・サンスクリットの監督であるジョシアルはインタビューにおいてこのアカデミーが集めた古代の原稿を紹介した。彼によればこの原稿は 数千年前のもので古代の履詞であるバラドバーチャ、ナラダラにより編纂されたものであるとのこと。この原稿はアートマン、ブラフマンといった古代ヒンドゥー哲学に関するものではなくもっと世俗的な事柄を扱っている。すなわち人々の生活に密着し、平時、戦時問わず国の発展にとって意味を持つものである。原稿の一つは航空技術、 様々な種類の航空機の作成を扱うものになっている。ジョシアルは、例えば爆発物や弾薬の輸送に使われるとされるヘリコプター型の輸送機や400名から500名を収容できる2層、3層のデッキを備えた旅客機など様々な航空機の設計図を紹介した。そしてこれらは詳細に描写されている。その後ジョシアルは、 トロントとニューヨークで活動するジャーナリスト、ジーン・リオンがインタビューにやってきたこと、彼女が記事の中で述べたジョシアルに対する批判について、すなわち、気違い地味とナショナリズムで、米大公以すのての文献を冒徳するものとの批判について触れている。ある批評は、ジョシアルによるビマニカシャストラの紹介について、全く学問的でないと評している。加えて、 この出版物に触れた人々、直接的にせよ間接的にせよ、はこれまでの文献の歴史を歪めるもの、なかったことにするものであると批判するのみに、終始する。さらには、しっかりとした証拠がないにもかかわらず、自分たちの過去を美しく見せてくれるものに対して、手放しに称賛する行為である、など厳しい評価を寄せている。 原稿の由来に関する調査において、実際に書き取りを行ったとされる弁家タチャラシャルマを含むシャストリの仲間に対して聞き取りが、そして原稿の言語学的解析が行われ、ビマニカシャストーラは1900年から1922年に書かれたものと結論付けられた。シャクナビマナのイラスト。蝶津貝で接続された翼とを使って鳥のように飛ぶとされている。 飛行に関する一般的な原理から入ることが常の現代の航空工学の論文とは異なり、ビマニカシャストラはまるで特定の方の航空機をテーマとしているかのように具体的な数字の並ぶ描写から始まる。扱っている内容は航空機の定義、パイロット、航空路、食べ物、衣服、金属、金属の製造、京都それらの戦争での使い方。 様々な機械と、ヤントラや、マントリック、タントリック、クリタックといった飛行機など多岐にわたる。特にシャクナ、スンダラ、ラクマ、トリプラといった飛行機は詳細に描かれる。現存する文献割り主であるマハリシバラドバーチャ、ラによって編纂された、ヤントラサルバスバの全40章あるうちの1章であると主張されている。1991年、ジョシアルによる、 英訳部分の一部とイラストは、デイビッド・ハッチャー・チルドレスにより、インドとアトランティスに見る、航空機、ビマナシリーズの一部として再版された。チルドレスによれば8つの章は、以下のように分けることができる。壊れない、切断できない、燃えない、破壊できない、航空機の作り方空中で静止する、航空機の作り方眼に見えない、航空機の作り方的人の会話や物音を聞き出す。 方法的人の内部の写真を撮る、方法的の航空機が接近してくる方向を割り出す、方法的の航空機の搭乗員を気絶させる、方法的の航空機を破壊する方法、感じらるアビマナの推進機関は、マーキュリー・ボーテックスエンジンであるとしており、水銀の回転により、電力を得る、電動機であったと考えられている。チルドレスは、 このマーキュリー・ボーテックスエンジンが存在した証拠を11世紀の建築に関する文献、スマランガナストラダラに見つけたと主張している。ありがとうございます。